諏訪会長竹中先生ありがとうございますす日本の内総理大臣安倍晋三です今日は残念ながらそちらにお邪魔できなかったのでありますが約1万キロ離れた日本からダブスにおられる素晴らしいゲストの皆さんと同時中継でお話しできることは誠に光栄です。一昨日のジャパンナイトに多くの方々がご参考いただき本当にありがとうございました。我が国が 日本らしさを生かし、どのように国際社会に貢献していこうとしているのか、その志を感じていただけたはずです。東日本大震災から間もなく2年を経ようとしています。日本は震災復興をてこにしながら、さまざまな困難を克服し、再び力強く成長していこうとする日本経済の将来展望についてお話をしたいと思います。本年のダボス会議の テーマが resilient dynamism だと伺い、これは日本経済に対する温かいエールであり、同時に日本経済の底力を言い表したものではないかと感じています。皆さん、東京スカイツリーをご存知でしょうか昨年日本の下町に完成した高さ634メートルを誇る世界最大の電波塔です。科学技術の推移を尽くした この鉄塔は中を空洞にして地震の揺れを柳のように吸収します。これは我が国で1000年以上の歴史を誇る木造構層建築50の塔の構造を模倣して取り入れたものです。長い伝統の中で育まれた知恵と最先端の科学技術の融合が新たなイノベーションを生む、そして災害でも強い 建築物が社会のしなやかさを生み出していく。これこそ世界が求めるしなやかなダイナミズムの象徴的な一例ではないでしょうか。日本には世界を変えていける潜在力が眠っています。それらを解き放つことで世界をより良い場所に変えていくことができるはずです。日本は長引くデフレ不調に苦しんでまいりました。 安倍政権に課せられた使命はデフレから脱却し、日本経済を再び成長軌道に乗せていくことです。それは世界のさらなる発展に貢献する道でもあると確信をしています。そのためには何としても成長していこうという気概を取り戻すことから始めなければなりません。萎縮し続ける経済と決別をし、 成長によって新たな富の創出を目指す。そうした発想を政治哲学の根幹に据える旨、鮮明にいたしました。政策の発令は3つです。大胆な金融政策、機動的な財政政策、そして民間投資を喚起する成長戦略。この3本の矢を同時展開する。これまでとは 次元の違う政策で日本経済の再生を図っていく。これが安倍政権の基本方針です。何よりもデフレから早期に脱却をする。その明確な思想は今や日本銀行とも共有しています。さる22日には政府と日銀が画期的な共同声明をまとめ2%の物価安定目標を導入しました。その早期実現のため 日銀による大胆な金融緩和を期待をしていますあわして実体経済の底上げのため2週間前に緊急経済対策を取りまとめましたこれによって震災復興を加速させるとともにデフレの原因ともなっている受給ギャップを埋め将来の成長への種を種をまきます日本の GDP を実質でおおむね2%押し上げる効果が 期待できます。しかしながら、財政支出の出動によって、支出によって、いつまでも成長を続けることはできません。中長期的には、日本経済が成長していくとの確かな期待を持てるよう、民間の投資を促す、経済成長戦略を策定し、スピード感を持って実行してまいります。経済成長の鍵を握るのは、一に、政改革。 2にイノベーション。3にオープン化です。国内の制度的障害を取り除き、少子高齢化やエネルギー制約といった課題を克服していく考えです。先般、山中伸也教授が iPS 細胞の発明でノーベル賞を受賞しました。日本は最先端の科学技術で新たな知を生み出しています。問題は、 イノベーションの成果をどう実用化させより良き社会の実現に結びつけていくかという点です ip 細胞を使った臨床試験も間もなく行われようとしています世界最速で高齢化が進む日本が再生医療を実用化し健康で長生きできる社会づくりのフロントランナーとなるそれを海外に展開し世界に貢献していくこれが 私の目指す成長戦略の一端です。このように成長の種を見つけ、それが確実に育っていく工夫を凝らしていけば、人口減少社会においても経済成長は可能です。もちろん財政健全化も重要です。プライマリーバランスの黒字化も目指し、日本経済の再生と中長期的に持続可能な財政の双方を 実現する道筋をつけてまいります。日本の有権者は私に再び政権を託してくれました。私に求められているのは政策の実現に至るスピードとスピード感と実行力です。それは国際社会が日本に対して求めてきたものと重なっています。テロとの戦いも数ある。 地球規模の課題の一つです。今般のアルジャリアで発生したテロチェンで多数の犠牲者が出ました。こうした卑劣な行為は断じて許すことはできません。日本はこれからもこうした人類共通の課題の解決に貢献します。他の国に先んじて課題の解決に取り組み、解決の道筋を世界に発信して あります。どうか皆さん、強い日本の復活に期待をしていただきたいと思います。以上私の冒頭の発言とさせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございます。ダンチーベルマッチ。はいじゃあ一言、えー、申し上げます。あのまあ日本銀行がまあ今度まあ、えー、初めて、えー、物価安定目標をコミットする形で約束をしました。 2%の物価目標に達しては、ついては日本銀行が責任を持ってその達成に向けてあらゆる手段を選択して実行してもらいます、えー、そしてもちろん、えー、手段については日本銀行が独立して日本銀行の判断でま行なっていくわけでありますから中央銀行の独立性はいささかも由来でいないということでありますただ一点今までのとは違う といえば、それは政府と日本銀行は政策目標を共有をしているという点であります。同時に政府は国民に対して基本的な財政政策も行っていくし、何よりも成長戦略を作り、直ちに実行していくということです。成長戦略の柱は規制改革とそしてイノベーションになっていきます。すでにまあ竹中先生にも入っていただいている 産業競争力会議で次々と成長戦略を策定しそれを実行していく決意を持っています。そしてそれを実行していかなければ日本の持続的な成長はないだろうとこう考えています。